はいそれでは2時となりましたので本日の、えー、オンラインセミナーの方を開始していきたいと思います。えー、本日はですね2024年ポストクッキー時代本格到来ということで、えー、実践アドテクノロジーを、えー、Wi-Fi ジャパン株式会社の淡津原さんと株式会社インティメートマージャーの柳島さんをお迎えして、えー、セミナーをお送りしていきたいと思います柳島さん淡津原さんこんにちははいこんにちはよろし,しよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいでは、えー、本日はですねこのような方におすすめって書いてあるのでこのような方が今のところどんどん入ってきていただいてるんじゃないかなと思います <laughs> まず広告効果の測定や評価が難しく解決策を探している方 クッキー規制による広告配信への影響への対策が必要と感じている方っていう人がきっと今挙手されてるかもしれないですね。<laughs> はい。クライアントの広告効果の最適化に課題をお持ちの方、競合他社との広告効果の差別化が求められている方ということで、えー、マーケティング関連の方々が、えー、来ていただいてるんじゃないかなと思っております。はい。ということで、えー、ごめんなさい、時間がまた間違ってました。 えーと本日ですね、2時から3時の1時間となっております。で、前半は各社紹介という形で、インティメートマージャーが何をしているか、江ノ島さんから、えー、ダブルベリファイさんが何をしているのかは、和原さんから、えー、各社紹介で会社のことを喋っていただきたいと思います。そして後半はディスカッションとなっておりますので、えー、2024年ポストクッキー時代が本格到来、ブランドスータビリティとアドテクノロジーの進化、ブランディングからダイレクトレスポンスまで、購買ファイル全体の最適化を大激論と。 というディスカッションを、えー、3つテーマ、これ一時長いんで、えー、3つほどテーマを絞ってですね、えー、ディスカッションを、えー、していっていただきたいなと思っております。なお、ウェビナーですので、質疑応答 Q&A の方から、えー、お気軽にいつでも入れてください。そうするとあの、私の方で今のタイミングで拾ったりですとか、例えば最後の Q&A のセッションのときに全部回答していったりとかっていうので、適宜対応させていただこうかなと思っておりますので、えー、いろんな相談をどしどしね、山下さんあの、大丈夫ですよね。入れていただいて。はい。ぜひぜひ。はい,はい。今日は大丈夫だと思いますので、皆さんお気軽に入れてみてください。あと、チャットの方でもご案内、今も流れておりますが、えー、チャットの方でもご案内流れますので、そちらもお見逃しなくという形ですと。 でまずですね、えー、インティベートバージャンのセミナーですが、今年2024年、ちょっとクッキー規制がね、いよいよ Google でも始まったということで、屋、うん、島さん、はい影、影響が出ているんじゃないかなというところを投票で毎回確認させていただいてるっていうのがあるので、本日、うん、参加の皆様の主観で構いませんので、 えー、クッキー規制の影響があると思いますかというご質問、5段階なんですけれども、えー、ポチッと1個だけ選んで選択していただければなと思います。はい1月からですよね、だから2月 2>、ね、はい、もう終わりですね。確かに。うん、だからもう2か月ぐらいは開始、まあ、テストですけど、開始されてたってますよ<の>っていう感じですかね。ほうほうほう なんか海外で関連のそういうニュースとかがやっぱり増えてるって感じですかね。いや、そうですね、一番なんか、まあ、国内だとまだ全然増えきってはいないですけど、海外とかだともうかなり、うん、あの影響がこんなものが出てる問題だ、うん、みたいなのが出てきてたりするってところでいくと、まあ、ちょっと海外の方が少し温度感が高めな感じの領域ではありますねなる,なるほど。となると、ダブルベリファイさんはジャパンじゃなくて、本国の方とかは結構影響がなんかあったりもするのかなって予想しますが。うん

今日はちょっと温度感が高めですねそうですね。まあ、文脈的にもそうですね。ということで皆さんのちょっとお役に立てる情報がこれであの八代さんスコープを今作っていただいたんでね、えー、提供できればいいなと思います。<laughs> はい。はい、ということで、私の自己紹介、ちょろっとだけさせてくださいというので、えー、ギャラシー・マと申しまして、インティメントマージャーだったり、エッジテクノロジーという会社でエヴァンジェリストさせていただいてます。で一般社団法人、法人営業デジタル化協会っていうところ、柳洲さんも理事になっていただければ立ち上げて、B2B、はいえー、の、えー、支援、 だったりとか動画コンテンツだったりとかソーシャルラーニンググループ作ってあとはイベントも主催しておりましてそれが DX ワールドっていうこれも一般社団にしちゃったんですけれどもえ地方創生かける d x ってところでいろんな企業さんに情報提供させていただいてますという話で前半いよいよ本題に入っていきたいと思いますえ前半はですねなんと各社紹介ということで柳島さんの方に画面をお渡ししてえー インティビドラジアはどんなことしてるのかとかっていうのをお知らせいただければなと思います。はーい、かしこまりました。はい。じゃあ、僕から僕の方で画面をいただいてお話できればと思っております。じゃあ、ちょっと画面いただきながらお話しさせていただきます。はい。で、画面映っておりますでしょうかはい、見えてます。はーい。じゃあ、全画面表示で。ってところで、えっと、 まあ今年、先ほどもお話に出てきた通りで、ポストクッキー、まあ、クッキー規制っていうのが本格的に行われますよってところで、Google の Chrome の規制が行われるっていうところで、まあ、冒頭のアンケートでも皆さん悩まれているてところがあるかと思うんですけども、まあ、そこの、えーとまあ、クッキー規制に対する対応っていうのをインティメントマーチャーとしてどういったものを提供しているか、世の中的にどんなものが提供されているか、まあ、はたまた影響ってどんなものなのかみたいなところをデータの視点からお話しさせていただいて、ディスカッションの方に移れればというふうに思っております。 はい。まずは自己紹介なんですけども、えっと、改めまして、インティメートマージャーの柳島と申します。で、えっと、もともとは、えっと、まあ、いろんなことをデータを使って挑戦してきましたよっていうのが来歴で、えっと、後ほど、えっと、インティメートマージャーという会社についてはご紹介させていただきます。で、えっと、もともと、えっと、データをいろんなところで使ってきましたというところで、まあ、大学生のときは、脳科学の研究をしていたりとか、えっと、はたばた、今で言うと、ディープラーニングの走りみたいな、えっと、アルゴリズムのコンテストみたいなところで、えっと、世界三位になっていたりとか。 今だと生成 AI 使って結構普通になってきてますけども、ドラムの単価のコンテンツで入賞して本に出てたりとか、最近だと AI のケーブル予想の大会で3位になりました。というところで、結構データとかけ離れた領域でもデータを使った課題解決っていうのを得意にしておりまして、最近だとこのポストクッキーとかチャット GPT を使ってとかっていう AI とかデータの文脈でお話をさせていただきたいというのは増えてきているかなというふうに思っております。 でまた、インティメントマージャーという会社なんですけども、インティメントマージャー、アドテクノロジーの一領域としていていた DMP、データマネジメントプラットフォームをメインでやらせていただいている会社なんですけれども、最近では他の領域も含めて最適化をする仕組みとして、インティメントマージャーのサービスを提供させていただいていまして、営業活動を効率化するサービスだったりとか、金融の領域だったりとか、はただまた小売りの会社さん向けに出しているサービスなど、いろんな領域でデータを活用していただいているケースというのが増えてきております。 まあそういったところで、まあ、インティメントマージンはもともと DMP の提供させていただいているというところで、まあ、この DMP、サードパーティークッキーの塊みたいなサービスだったので、まあ、それに対応するためのソリューションだったとか、に対応するための,の、えっとまあ、インフラっていうのを、アドテクノロジーの会社にいろいろと提供させていただいておりまして、まあ、ポストクッキーとか、クッキーレスのターゲティングみたいな話になると、僕らが使われている機会ってのは今増えているかなというふうに思っております。 また今日なんですけども、えっと、クッキー規制、ポストクッキー対策っていう話になると、まあ、大きく分けると、まあ、法律面での規制と、えっと、ブラウザーの事業者の規制っていうのがあるんですけども、まあ、本日お話しさせていただくのは、こちらのブラウザーの規制、まあ、特に今年行われる、まあ、サードパーティークッキーが Chrome で使えなくなりますよっていうところに対する対応っていうところをどんなふうにやっていくか、どんなふうに考えているかみたいなところを中心にお話しできればと思っておりますしので、まあ、法律面ではなく、こちらのブラウザー面での規制っていうところがメインになるというふうに思っていただければと思います。 また、まあ、最新の事例っていうところですけども、まあ、Chrome の1%がサードパーティークッキー使えなくなりましたっていうところで、ちょっとこれ、あの、1ヶ月前、2ヶ月前の、えっと、クッキーの規制が始まった瞬間ぐらいのデータってのを中心としているので、えっと、 ちょっとだけ2ヶ月前くらいのデータになっちゃうんですけども、まあ、サードバーティークッキー、そもそもオフになっているブラウザーって、クロームでも一定数いたので、まだ1%ぐらいだと、まあ、体感としてターゲティング広告の効率が下がったなという広告値さんは結構少ないかなとは思う一方で、結構パブリッシャーさん、メディア運用している会社さんにとっては、えっと、この1%のクッキーの規制が行われているブラウザー群だと CPM が50%減っちゃいましたとか、海外でも Google で 30%CPM が減ってますとか、場合によっ全然、 このプライバシーサンドボックスが動いてないんだけどみたいな、そういったような話も出てきているというところでいきますと、結構パブリッシャーさん側では影響を感じられている会社さんでは増えてきているんじゃないかなというふうに思っております。では、クッキーが使えない影響についてというところですけども、インティメントはもともとこのクッキーが使えないブラウザに対するインフラの提供というところをやらせていただいているので、最近では結構僕らのデータを使った広告配信というのができる機会が。 この iOS だったりとか、ポストクッキーの領域でも増えてきてるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、ただ、クッキー規制の影響っていうのは、まあ、多くの会社さんもすごく感じられていて、まあ、リターラーキティング広告のボリューム出なくなったなとか、えっと えっと、計測が取れないブラウザの割合増えたなとかって思われるかと思うんですけども、まあ、現時点でも大体100人サイトとか100ブラウザサイトに訪れても、大体クッキーが取れるブラウザの割合って40%ぐらいっていう感じになっておりまして、かなりクッキーの取れるブラウザの割合っては減ってきてるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、特に、えっと、属性がまあ一部偏ってましてっていうところで,で、今クッキーが取れてるブラウザって主に Android のユーザーが中心なんですけれども、Android のユーザーじゃない、いわゆる iPhone だったりとか PC とか使っているユーザーさんにとっては、まあ、若年層だったりとか高所得者層っていうところが、まあ、iPhone 使ってる人が多かったりするっていうところで結構年齢とか性別とかの偏りがある人にしかターゲティングができてないっていうケースも結構増えてきてるんじゃないかなと思っておりまして、まあ、かなり、えっと、まあ、定性的な影響っていうのも出てきてくるかなと思いますまた EC サイトの運用会社さんとかでいうと、まあ、売上げの,の、えっと、多くを このクッキング使えないブラウザーっていうので、えっと、ターゲティングしているっていうケースもあったりするので、この iOS とか Android に、iOS とか PC とかにリーチができないっていうことによって、まあ、現状だとまず CRM で、で、ある程度売り上げが担保できているてところがありつつも、まあ、今後、えっ、ー、と、 まあ、新規の顧客が取りづらくなってきたりとか、その売り上げを上げていくための CPA をどうやって設定していこうかというところで、売上に寄与しづらいユーザーさんたちのブラウザーの割合がどんどん最低増えてきちゃうというのもあるかなと思っておりまして、結構と EC サイトさんも、サマーとかまでもこういった課題を感じられる機会というのは増えているんじゃないかなというふうに思っております。なので ま、インディベートマジャーとしては、ま、多くの、の、えっと、このクッキーが使えないブラウザーへのアプローチの方法っていうのは、先ほどお見せしたようなインフラを提供して、と、広げていってるっていうのをやらせていただいております。はい。ま、ともで、にはなるんですけども、ま、今日は、えっと、せっかくの機会ですので、皆様と、ま、質問いただきながらディスカッションにできればと思っております。主にはブラウザーの規制による影響だったりとか、ま、それによってどんなことが今後起こるのか、みたいなところをお話しできればと思っております。まあ、もうすでに影響を感じられている方も、ま、冒頭の のアンケートでも結構多いかなと思うんですけれども、まあ、今後、さらにこのクッキーが取れる割合というのが減ってくるというのは、まあ、7月、まあ、12月に向けて行われていくので、まあ、そろそろ対策しなきゃいけないかなという会社もすごく増えてきているというふうに、えー、と認識はしております。まあ、EC サイトとかでも影響出ているというか、実は売り上げの大半が iOS、PC から上がっているみたいな方もいたりするので、まあ、現状でも影響が大きいという方も多いかなと思いますので、ぜひ、えー、とそういった視点からいろいろとお話ができればと思っています。 まあ、今年あと、サードパーティク期、徐々に取れていかなくなっていくというところもありますので、ぜひ,ぜひ、えっとまあ、我々のセミナーを通じて、いろいろな最新情報とキャッチアップしていただけると嬉しいなと思っています。 最後、今日のアンケート特典というところで、最後まで聞いていただいた方には、アンケートを答いいただくと、そもそもされててる人ってどれだけクッキー取れないんだっけっていうところから、そのクッキーが取れてないユーザーって機械損失生まれちゃってるけども、どんなユーザーが多いのかみたいなところのユーザー分析みたいなところを我々出させていただいておりますので、ぜひともアンケートに回いいただいて、タグ設置いただければ、我々のサービスっていうのを使っていただける、我々のサービスをちょっと体験していただくみたいな特典も用意させていただいておりますので、最後まで聞いていただきますと幸いです。 と、はい、いうところで、えっと、僕のパートは以上、させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はいさんありがょうございました今日はねあの、大いに感じている方々が多いんで、うん、そうですね助けになるような情報が、えー、後半繰り広げられるんじゃないかなと思って、楽しみにしております。では続きまして、はい、ダブルベリファイ・ジャパンの、えー、淡津原さんから、はい、ダブルベリファイのご紹介、よろしくお願いします。 はい。じゃあ、画面をお借りしまして、えーはい、ご説明させていただきます。お願いします。はい、えー。ダブルベリファイという会社ですね。あの、皆様、あまりお聞きになったことがないかと思うんですけれども、えー、よくアドベリフィケーションというアドベリというツールでくくられることが多い会社になります。まず、私なんですけれども、えーまあ、ダブルベリファイ自体には昨年入社しまして、 主にプログラマティック配信ってですね、DSP を使ったような配信のソリューションを担当しています。で、前職は Google におりまして、Google マーケティングプラットフォーム、DV360 のようなツールを使ってソリューションをご提供してまいりました。 であの、ダブルベリファイという会社なんですけれども、とにかくですね、私たちのビジョンとしては、めちゃくちゃシンプルであの、このデジタル広告のエコシステムを、より強固で安全に、より安全な、安心なものにということを掲げています。ですので、えー、この結果、あの広告にするよりと、より良い結果をもたらそうというのが我々のミッションになります。で、えー、具体的に最初にちょっとお名前だけ出してしまうんですけども、まあ、 実はあのダブルベリファイという会社、アメリカをベースにした会社でございまして、多くのクライアント様にご利用いただいています。ちょっとロゴをあのグローバルのクライアント様からえ引用させていただきますけれども、多くのお客様にご利用いただいています。で、この,あの立ち位置としてなんですけれども、我々ですね、主にえプラットフォーム横断で 計測することを、えーまあ、ベースとして、えー、ご提供しています。計測というのは、後ほどもご説明しますけれども、えー、例えばそのフラウドがあるのかないのか,とか、ビューアビリティ、えー、認定がどうだったのか,とか、あるいはブランドスータビリティですね、適合性がどうだったのかっていうようなことを軸に、えーブラえー、媒体横断で数値、えー、をあのお見せするというようなことがベースになります。なので、あのカバー範囲としては、 えー、YouTube だったり、メタだったり、X、TikTok みたいなものから、えー、今日のお話の中心になると思いますけれども、えー、オープンウェブのウェブだったり、アプリだったりっていうようなところの計測までをあのサポートさせていただきます。でかつあの、まあ、いろいろテクノロジーが進んでおりまして、 えー、例えばあの、スコープ3と連携して、えー、二酸化炭素の排出量を計測して、レポートとして差し上げたり、であるとか、えー、もう少し踏み込んだ数値ですね。これもちょっと今日のお話になると思いますけれども、まあ、例えばアテンションみたいな、えー、昨今言われるような、えー、どのくらい注視力を得られたかっていうようなスコアをしたり、もしくはあの他のテクノロジー、歳スというようなところをパートナーとして迎えて、えー、おります。はい。で、 この図が、あの、我々の進化をそのまま示したものなんですけれども、あの、もともとはそんなわけで、えっと、ブランドセーフティとか、フラウドってところに特化したサービスを提供してまいりました。ですけれども、えー、この後ですね、あの、去年、ちょうど、あの、サイビッツっていうフランスの、えー、AI の、による、あの、カスタム入札アルゴリズムを提供する会社を、えー、買収することになりまして、なので、この、 ブランドを守るっていうところから最適化するっていうところまでの全ての領域において、えーまあ、包括的にソリューションをご提供できるようになっています。ただですね、そうは言いましても、えー、広告の出し面ですね、出てるところがどうだったのかってところは、やっぱり重要でして、このメディア品質の基盤を築くことがベースになります。ですから、我々としては、えー、例えば配信された広告が出たところが、 クラウドがあったのかないのか、もしくは、えー、ブランドに、えー、合致していたのか、えー、ブランド基礎に当たらなかったのか、あるいはきちんと見られていたのか、ピューアビリティがどうだったのか、あと、えー、意図していた、えー、地域にきちんと配信されていたのか、まあ、こういった4軸を持って、えー、メディアの品質というものをのお出ししています。 でこの出しているものなんですけれども、今日のあの冒頭のお話にもありました、クッキーの規制を受けることはありませんでして、我々あのクッキーを使わずにこういったソリューションを提供させていただいております。で、ブランドを、あのブランドスータビリティという言葉もまた聞き慣れない部分あるかと思うんですけど、ブランドセーフティブランドを守るってことになると、どうしても出したくないところをこう切っていくっていうイメージになるんですけど、そうすると、どんどん出したいところが減ってしまうので、 えー、そうではなくて、まあ、ブランドを出したくないところは出さないように守りながら、ただ、えー、適切なところにはきちんと出していこうというのが、このブランドスータビリティという、えー、考え方になります。であの、このコンテンツなんですけども、我々、えー、ありとあらゆる世の中の、えー、ウェブサイト、アプリ、それから先ほどの、えー、ソーシャルのメディアですね、YouTube の動画だったり、チャンネルだったりみたいなの、えー、X のポストみたいなもの、すべてを、えー、分類しています。 ですので、えー、例えばその内容が、えー、ここのピンクにあるような、えーとえーまあ、割とリスクの高いものなのか、もっとちょっと高いところで、この紫のところ、下のところにあるの著作権侵害とか、えー、マルウェアみたいなものに該当しないのか、あるいはブランドさんによってこうグレーゾーンですけれども、えー、ブランドさんによっては、えー、とこう緑の部分ですね。 え、なんか、例えば UGC にはあまり出したくないなというお客様がいらっしゃったり、例えばその炎上系のニュースには出したくないなというようなご要望があったり、こういったところをきめ細かく出す出さないっていうところの指示出しみたいな部分とレポートっていうところを、あの、つさどってご提供しています。で、あの、入札前の えと今日のお話、多分ここが前提になると思うので、あのー、少しまとめたんですけれども、あのー、ご辛抱いただければと思いますが、報告、ウェブサイト、えー、にとかアプリに広告を出すときに、えー、その広告出た面が良いのか悪いのかっていう判断を後で判定するっていうこともできるんですけれども、まあ、今の技術では、えー、プレビットといいまして、入札前にその、えー 広告がリクエストされたところは、えー、ブランド的に適切なのか、そうじゃないのかということを判別することができるようになっています。まあ、これちょっと DSP を使ったソリューションになるんですけども、その中身としては、えー、例えばそのフラウドだったりしないのか、ブランドが合致しているのか、ビアビリティがあるのかっていうところを判断します。判断した結果、えー、違反がないとなれば、えー、じゃあそのまま入札して広告を表示しましょう。そうではなくて、 こどうも違反が見られるってことであると、もうそもそも入札しませんっていう指示出しを、えー、もともと、えー、DSP の中に組み込んで、えー、できるというようなソリューションになります。でこれによってできることが、簡、え、単、ー、的に3つありまして、1つは、えー、もう買わなくていいところあの、除外できるところは除外するので、ブランド保護をより強化できるというのが1つメリット。それから 本来出さなくてよかったところに出さないということは、その分のコストもかけなくてよいので、無駄なコストを削減できるというのがポイントとしてありますね。それから、最後、出た後にですね、広告が出た後に、あまりこうブランドのにとってよろしくないところが出てた場合、後でこう除外対応をしていくっていう非常にそんなマニュアルな作業っていうのは効率が悪いですね。 そこを、もう、あらかじめ、極力削減してしまおうということで、効率化をできるようになっています。で、この入札前コントロールっていうのは、いくつかあるんですけれども、そのブランドスータビリティというブランド保護の周りですね、のソリューションと、あと我々、その世の中のコンテンツを分類しているので、 えー、こコンテキストターゲティングみたいなものに準じた、えー、コンテキストソリューションをご提供しています。それから、あのーまあ、プレスクリーンといわれるですね、えー、YouTube などに、えー、ご用意しているんですけれども、うんえー、いわゆるセーフリストみたいなですね、そういったものを使って、えー、事前に、えー、ブランド、えー、既存につながらないところに、えー、広告を出すっていうようなことをソリューションとしてご提供しています。で、この、えー まあ、DSP で使える、えー、プレビットのところですね、今日のお話、えー、2つありまして、えー、我々の方では、スタンダードな製品とプレミアムな製品と2つご用意しています。ただし、えー、と使い勝手が、まあ、すごく簡単なのはスタンダードになりまして、ここにありますような20以上の、えー、不適切なカテゴリーというものを事前に、えー、避けて配信することができます。 これを、あの、インティメントマージャーさんの方ではよくご利用いただいているんですけれども、例えば、オカルトとか、炎上系の政治ニュースみたいなところを回避したいっていうことであれば、まあ、管理画面でチェック入れていただくと、もうそこには配信しないで、えっ、ー、と、まあ、コンバージョンを改善するみたいなことが可能になっています。一方で、プレミアムの場合もご要望に応じてはご提供しています。これどういうことかというと、もう少し細かくブランドのニュアンスを組み取って、 ここに出したくない、出したいみたいなご要望をチューニングしていくようなサービスだと思っていただければと思います。はい、で、えー、ま分類したあのコンテンツをコンテキストターゲティングができますよってお話もしましたけれども、あのこれはあの例えば IAB という業界が分類しているカテゴリーもご用意もありますが、えー、ちょっと注目していただきたいのは季節イベントみたいなものもご用意しているので、例えばえその新学期とか、 えー、例えば、えー、ブラックフライデー、サイバーマンデーみたいな、いわゆるそのイベントに対しても、えー、ターゲティングをして、広告を表示するということができるようになっています。はい、というところで、あの一旦弊社からはお戻しします。はい、淡路さん、ありがとうございます。 ではですね、えー、各社紹介が終わったところで後半戦に移っていきたいなと思います。後半はですね、えー、ディスカッションとなっております。2024年コストクッキー時代が本格到来、ブランドスータビリティとアドテクノロジーの進化、ブランディングからダイレクトレスポンスまで、購買ファネル全体の最適化を大激論ということで、2>, うんえー、2社、インティメントマージャー社とダブルベイファイ社で、えー ディスカッションを行っていきたいなと思っております。3つほどテーマを、えー、用意しておりますので、そちらに対して答えいただければなと思います。なお、Q&A の方は常にね、あのー、開いてますので、ぜひぜひ、あのー、皆さんお気軽に入れていただければ、あのー、その時に答えていただけるかなと思います。では、第1問目とか1パネル目なんですけれども、あ、戻っちゃった。はい、すごく短くてでかいワードなんですけど、<laughs> これは柳島さんかないわゆる広告はどう変わるっていうところなんです。はいはいはい。そうですね。はい。文脈としては、ポストクッキーの話もあれば、うん、まなんかちょっとお披露目の話とかもちょっと含めてお話していければと思うんですけれども、まあ、結構今年は、えっと、 このウェブ広告に対してなんか変化が大きい年かなというふうには思ってます。で、えっとまあ、もう2ヶ月経っているところですけどもさっきのクッキー規制もこれから本格化していきますし、まあ、それ以外にも、例えばですけど、えっとまあ生成 AI 使って、えっと、広告を作っていくとかもあれば、まあ、あとその周辺で、まあ、クッキー規制のところでいえば、まあ、ターゲティングが変わるところもあれば、指標が変わるみたいなところもあったりとか、場合によっては実は、えっと、大手プラットフォーマーでも えっと、データの規制っていうのが逆に強くなってきてっていうところで、実は大手プラットフォームでもこのクッキー規制の影響が与えられてくるっていうところでいくと、結構だから広告のやり方だったりとか、あの、今までの,のデータでリーチできるユーザーっていうのがどんどん減っていったりとか、だから他の会社でえ時々話に出てくるところでなんかえっと、メディアのデフ,ラグとデフラグメンテーションみたいな、あの、だからどんどん分断化、細分化されていくみたいなところで、今まで Google や Facebook にとりあえず、えっと、自動化で投げていけばよかったっていうところから、 いろいろと広告のやり方だったりとか、マーケティングのやり方っていうのを検討しなきゃいけないっていう方が増えてきていたりとか、あとは、えっと、直接指標でクリックからのコンバージョンとか、えっと、そういったところの、えっと、 広告効果の測定っていうのもかなり見えなくなってきていたりとか、まあ、そもそもその広告効果っていうのを取れなくなってきてるっていうブラウザも増えてきているので、まあ、そういったところからいくと、まあ、結構指標も変わるし、ターゲティング方法も変わるしな、なんなら広告の運用方法だって変わっていくみたいな、結構広く変化が行われていくのかなというふうに思っていますし、まあ、なんかその中で結構 WBAFI さんとかもあの、じゃあ広告の えっと、指標をちょっとクリックとかコンバージョンとかじゃなくて、アテンションっていう新しい指標で見ていこうとか、そういったのが出てきているてところもあったりするので、まあ結構国内でも変化が多いですし、もちろん w b f ーさんに聞くと海外だともっと変化が大きいとかがあったりするかもしれないので、だからそこら辺もなんかぜひぜひ聞いてみたいなと思ってました。 おなるほど。いや、もう、地殻変動って前もおっしゃってましたけど、やっぱ変わってきてるんですね。そうですね。なんか変わっていることに気づいてるけど、ただどう変わればいいかわかんないみたいな、そう,なんかそういう感じが、あの、だから業界的にはあるなっていう感覚はありますね。なんだろう。よく言う、アンラーニングとかリスキリングが必要な、ね、ああ、そうですね。まあ、確かに確かに。うん、アンラーニングとかの近いですね。 ああ、なるほどですね。これを受けて WAI さん、まあ、あの海外の事例とかもあったら聞きたいんですけど、どういう流れになってくるのか。日本はやっぱ遅れて入ってくるというか、まあ法律はそもそも違うから、また違うかもしれないんですけど、なんかウェブ広告,ウェブ広告って今後日本はどうなってくるんだろうな、みたいなところは、なんか知見ございますか そうですねあの。まだ日本ではすごく大きくは取り出されてはいないんですけれども、やはりあの先ほど、柳島さんもちょこっと触れてたんですけども、うん、MFA っていうんですかね、こう生成 AI による、まあ、例えばコンテンツの自動生成みたいなものが、広まっていくと、結構、その広告主様もあのその出した面があまり良質でない場合にこう、結果的にコンバージョンにつながらないこともあるんで、こういった、その まあ意味のないというか価値のないというんですか、ね、ようなこのコンテンツが作りやすくなってしまっている環境というのは一つあの注目に値するかなとは思います。で、まあ、我々がそこでお手伝いできることとしては、まあ、あのこれらを MFA というメイド・フォー・アドバタイジングていう広告のために作られたえサイトというふうな形で言ったりするんですけれども、まあ、こういったものをちゃんとあの検知してあのご提供して、 えーまあ、使っていただき、もうより安心して買っていただきやすくするっていうような、この品質のところの管理の部分を、われわれも強化していかなきゃいけないなとは考えてい、ね、ああ、なるほどですね。かコンテンツ量が確か増えてるんですよね、生成 AI のおかげで、記事のボリュームとかね。確かに確かに、海外はそれはなんか結構、顕著だって、よく記事で見ますね。なんか、かこの1年間で過去10年分の記事ができたみたいな、まあ、本当は嘘かわかんないですよ、そんなのも全然ついたりしますね。うん そうですねあとは、まあその、どんどん巧妙になっていくんで、あの本当に生成 AI なのかなっていうのもちょっと分からない部分もあると思うんですよね。ただその、うん、本当に無価値なものがどんどん増えてきてしまってはいけないんで、そこをきちんとあの見れる目をきちんとこう持ってないというの重要かと思ってそういうところがやっぱ変わってくる、どう変わるってなると、まあ、生成 AI のじゃあ、インパクトはでかいんですね。 本当に。一応、うん、なん何か懸念としては、一応この辺に念頭に置いといたほうがいいんじゃないかなっていう気がします、ね、うん、うん確かに。確かになんか結構、僕らあの、さっき、えっと、WGFI さんのセミナーの,あの登壇の場所でも話ありましたけども、結構 WGFI さんの仕組みを入れて、で、広告配信してみるみたいなところも結構いろいろやらせていただいていて、実は多分これ、今日聞いてる方も、あのもしかしたらこれをなんか。 アーカイブで聞く方も、イメージとして、うんだから、ブランドセーフティーとか、ブランドアドベリフィケーションとか、そういったことをやると、CPA が悪くなるんじゃないかとか、まあ、コストパフォーマンスが悪くなるんじゃないかっていうふうに思われている方、いるかなと思うんですけども、なんか結構意外とそうじゃないケースもあるなっていうのは、僕らの感覚としてはありまして、まあ、それとさっきの、あのなんか、えっ、ー、と、ブランドセーフティー、ブランド基存って話になると、だから結構、 皆さんがイメージするのが、えーとまあ、2チャンネルみたいなのだったりとか、えーと、そういったところとかは多いかもしれないですも、だからもっともっと、遺体の知れない効果を下げている面とかもありますし、場合によっては、これ、えーと、ブランドセーフティの中で、実は新聞の、まあ、それぞれ新聞とかのメディアでも、地震の記事の場所には出さないとか、まあ、場合によっては、すごい PV が異常に伸びちゃっている、何かセンセーショナルな事件が起こったところに、報告が出ると全然クリックされないっていうのとかがあったりするところも、実は w t ベリファイさんのツールとか使うと、まあ、省かれていって、結果としてあの興味がよりお客さんにとってある記事、あ興味があるか、えっと、その商品に対してちゃんと、まあ、興味を作れる可能性が高い記事っていうのにどんどん出てくるところもあったりするので、なんか意外とこういった、えっとまあ、メディアのコンテンツの中身を見るっていうところは、今後、えっと、クっキーが取れなくなってきたりする中で、えっと、最適化が難しくなってくると。 結構こういった情報を使った投稿効果を改善していくみたいなところも実は増えてくるんじゃないかなというのは僕も思っていたりしますねいやあのまさにその通りであのそう言っていただけるのは本当にありがたいんですけどもあの我々の本当に目指しているところはあのその運用とか最適化みたいなところは、まあ、あのなかなかそ,こに入その領域には入れないんですけどもただその明らかに運用とか最適化に貢献しないようなところが事前に えー、ブランドセーフティーなりで、えー、除外していきましょうということでお手伝いできるかなとは思っているんであのそういったところは、まあ、よくきちんとあの広めていきたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ Q&A 来てるけど結構あれなんですかね。あの曲あの、大きい話題にとっては今これはし島さん答えておくべきことですから ここはちょっと読み上げますね。読み上げてもらって、どう触れればってのありますけど、<ー>これなだから、東原さんも含めて、どの話あしたいのですね。<laughs> はいあのー、DV360 や TTD などの DSP の使い分けはどうしてますかおすすめの DSP ありますかって、これ2つまとめてるんですけども、この辺っていかがでしょうかね。<laughs> あそうですね。だから、ここは DV360、まあ、TTD っていうところでいくと、まあ、か今となっては、 かなり、えっと、買い付けができる面っていうのはそんなに変わらなくなってきているところがあるので、まあ、やっぱりロジックと、あとは、えっと、なんか、 えっと、国内の DSP と海外の DSP で結構なんかものが違うんですけれども、えっと、海外の国内の DSP はなんか CPA 最適化 AI 入札ーーみたいのが結局多くて、その一方で、あのまあ、クリティアを除く海外の DSP っていうのはどちらかというと、ダブルベリファイさんを使ってでアテンションの計測ができるとか、がえっとまあ、例えば d v ク9なだと今、えっと、バナーを使ったブランドリフト効果 特定っていうのがほぼ無料でできちゃうだったりとか、まあ、それ以外にも、なんかリッチフォーマットを使った広告配信ができますよだったりとか、結構どちらかというと、マーケティングの,そのイネイブルメントを上げるみたいな、そういったものがいっぱい入っているものだったりするので、最終的には DSP の中にもその海外産のもので言うと、なんか機能が全然違ったりもするんで、その機能の中から使いたいものっていうのを選んでいただくといいかなと思いますし、 イメージとして、あの、アドネットワーク系、ガーファ系の媒体と Facebook とか Google a d s とか、そういったところを使っているのに、まあ、一個ぐらいこういった、あの、うん、マーケティングの、まあ、広い範囲でいろんな可能性を広げてくれるような媒体を入れとくっていうのは、入れた方がいいかなとは思いますし、なんかそんな立場でっと使っていただくのがいいかなと思います。まあ、その中で言うと、DB3 のんころ割と、えっと、使い勝手のいい機能が多いなっていう感覚と、まあ、あとは、あの、単純に、えっと、さっきの えとウォールドガーデンとオープンウェブみたいな話で言うと、まあ、オープンウェブ側の入札で CPA やっぱり重要だよっていう会社さんにとっては、やっぱりクリティアさんとか使っていくとすごくいいなっていう感じはするので、まあ、DSP で言うとそこら辺は僕らからすると客観的にはおすすめかなと思うことが多いって感じですかね。なるほど。ありがとうございます。大手、はいまあのメディア一択じゃなくて、オープンウェブ系の方にもあのああ、ね、可能性を広げるっていうかね、<laughs> やっぱりしたいんじゃないですよね。そうですね はい特、まあ、にアテンションとかそういったのを取っていきましょうとかっていう、だから、いわゆる最適化の指標がコンバージョンタから取れるもの以外になる場合は、やっぱり DSP 使ったほうが自由度が高いんで、うん、なんかこれからクッキー取れなくなってくると、あのコンバージョンタでの直接の、えっと、広告効果測定みたいなの難しくなってくるので、まあ、そこが広がってくるんじゃないかなと思っていたりしますね。 なるほどですね。ありがとうございます。じゃあ、まさにクッキーの話が出てきたんでね、<laughs> 次の話題に振りたいなと思うんですけども、ポストクッキー時代をどう乗り切るかって広告変わるよね、ポストクッキー時代になるよねって、だいぶ変わると思ってるんですけど、どう乗り切っていきましょうかっていうところの指針を、柳島さん。はい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 。い ああそうですね。まあ、これ自体は結構、あの、まあ、一つはっていうところで、まあ、冒頭もちょっと話をした、ちょっと視野広げる必要があるかなっていうところはあると思ってます。うん、例えばですけど、Google 広告で、で、リーチできる在庫減ってますよとか、が、えっと、 以外にもフェイスブックでのリーチが難しくなってきてますとか場合によっては、えー、と取れるコンバージョンの質が下がってますよみたいな話とかを聞いていく中でやっぱり売り上げ上げていかなきゃいけない、えー、とこれから成長していかなきゃいけないっていう会社さんがいっぱいいる中でいうとちょっとあと昔と比べるとあの特定の媒体だけを使っていくっていうのだと,、えーとまあ、機械が えとまあ、足りななないいいっってててこととが増えてくるるんじゃないかなと思っているので結構いろんな媒体いろんな広告配信方法場合によってはいろんな指標っていうのを見ながら配信していくっていうのが今後、まあ、データが取りづらくなってリーチがしづらくなっていく世界ではすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思っていますしやっぱ最終的には売り上げが上がるっていうところ、まあ、僕らもそうですしお客さんも希望を期待していることが多かったですのでだから 今ですごくよく見えていた直接指標じゃないところまで視野を広げていくっていうのは、すごく計測面でも重要なんじゃないかなっていうのは思ったりしますし、まあ、そこにおいてはあの w a f i r e さんとかはいろいろとあのさっきの指標面ではいろいろトライしてるなっていう印象はありますねって感じですかね。w a f i r e さんはどう,どう乗り切るかって言われたら、どうう考えてらっしゃいますすかそうですねあの実はさっき私の方でさらっとご説明しちゃったんですけれども。うん あの弊社の製品って、弊社のサービスっていうんですかね、あのはあの、クッキーに全く依存していないっていうのが強みではあります。うん、ですのでえ、ブラウザであるとか、OS みたいなものを気にせず、えーまあ、使っていただけるというのがあるので、あのまさにその稲島さんが提供されてあのいるようなサービスに乗っかる形にはなるんですけれども、あのまず前提として、じゃあ、さっきの、えー、先のこう。 にニュースだったり何かだったりみたいなものを除外して、えー、コンバージョンを改善するという土俵を作るみたいなことは全然できるのでそこはうまくあのこう活用していただければいいかなとは思っています。はい。ありがとうございます。じゃあここでも1個来てるかなあ ?2 個来てる上の方を読み上げます。はい。Adobe ツール、特にブロッキング機能はどうしても DSP やアドネットワークで利用するイメージがあり。 動画広告が中心になっていく中でどう活用していけばよいでしょうかっていう質問なんですけど、これはどちらが詳しいですかね。これはダブルベリファイスさんのこうですか、ね、そうですね。はい。あのー、基本的には、えーまあえー、DSP であっても、ADNetwork であってもあの、もちろん使っていただけるんですけども、機能によっては。で、動画広告っておっしゃっているのはこの方とか、ちょっとどっちかわからないですけども、 えー、例えば YouTube だったら YouTube でも使っていただけるものをご用意しています。かつ、オープンウェブに出すなんかア,ウストアウトストリーム動画みたいなものだったりする場合は、それももちろん使っていただけるので、わかりやすく言うと、後者の場合はあの同じく、えー、ウェブ面に配信するのと同じような設計で調整していくあの、配信を回避するみたいなことができるようになっています。う、えー、うんうん、うん そうですよねそれでいうと、ユーチューブのアドベリというか、なんかチャンネルであのいい場所、悪い場所に出していくみたいなツールって、まあ、海外だと結構あったりして、それの一種、確か、御社も買収したりして、ねはい、用意して,おししてます、ね、そうですね、なんか逆に言うと、結構このユーチューブは、なんかどうやったら、ユーチューブでブランド毀損とか、ユーチューブで変な,な動画に出ちゃうみたいなケース、やっぱすごく多いから、なんか注意されてる会社さん、今後増えていくことが予想されるなと思ってますけどね。 そうですねあの YouTube に関しては、ちょっとあのあのクライアントさんによりけりだと思うんですけども、も結構その、えーまあ、Google の方では本当にあのよろしくない、多分カテゴリーだけはきちんと出さないようにしてますけども、も、うん、後の判断って結構ブランドさんによるのかなと思っていて、例えばギャンブルの,ギャンブルの動画出したいですか、うん、出したくないですかっていうのは結構クライアントさん。 広告の質の判断になると思うんです。そうですよね。せは弊、い、社の方で細かくできるようになっていたりしますね。うん、うん、うん、うん。確かに、はい。ありがとうございます。そういう最適化がある,あるんですよね。だから動画に出したくない広告をどう選定するかっていう。はい。ありがとうございます。はい。では、結構今日は質問をいたできますね。すねありがとうございます。DSP のことが多いですね。はい,は,いはい。DSP は需要度が高い 分、費用対効果が低いと感じています。現状の広告施策からクッキー規制に対してどのようなタイミングで DSP に切り替えていくべきか悩ましいです。<laughs> これが起きていたら切り替えた方がいいといったような指標はありますでしょうかっていうんですけども。うーん。山島さん、お願いして。<laughs> そうですね。これ結構難しいところですね。もちろんなんか、うんまあ、DSP は、まあ、やっぱこの Google 広告とか Facebook とかのいわゆるなんか アドネットワーク系というか、まあ、特に Google 広告などの中でもリスティングとかって、うん、まあ自社在庫に広告出すっていうところで、まあ、あの費用対効果が高いもので、まあ、その一方で DSP とかは、あのどちらかというと、まあ、あのアルゴリズムの問題っていうよりも、やっぱりその中間事業者がすごく多いっていうところがあったりするので、だから中間事業者の多さが結構パフォーマンスの悪さを を、えー、と引き起こしているケースも多いなと思いますし、多分なんか、個別具体の話はしづらいですけれども、うん、なんか DSP とか SSP って信じられないほどマージンが取られているケースがあったりするんで、<laughs> あのそういれともを含めると、まあ、DSP は自由度が高くて、ただ、やっぱりコスト効率が合わないケースはあったりするので、まあ、そこは、えっ、ー、と、まあ、今後のリーチしたいユーザーをどれだけ広げていくかとか、まあ、場合によっては Google コックとかでリーチできない人まで含めて、まあ、広げていくためには、これを、まあ PSP をを使ってていいくくみたなな選択肢を考ええるる機会は増えてくるのかなと思いますそういった意味でいくと、うん、結構、まあ、Google 広告、Facebook とか、まあ、そういったえっと費用対効果を考えてくるのであれば、そういったところはまず、まあ、確実に抑えておいて、これから売り上げをもっと上げていきたい、リーチできる人を増やしていきたい。場合によっては、えっと、認知だったりとか、まあ、それ以外もさっきのよりブランド セーフティーみたいなところまで考えていったりとかってことを考えた配信が必要だっていうフェーズがいわゆるダイレクトレスポンスが徐々に広がって出てくることがあるのでまあそういったタイミングで使っていただくっていうのがえっと一般的なクッキー規制とかを考えずにもあるかなと思っていますしまあやっぱりなんだかんだ言って併存していくものではあるとは思うのでまあクッキー規制だけではなくまあ事業のフェーズがえっとブランド 認知だったりとか、えっと、外部の、えっと、在庫をついて、多くの人にリーチしたいっていうところになってきたときに使っていただくのがいいんじゃないかなっていうのはありますかね。おなるほどですね。まあ、じゃあ、大手メディアをやりきったらっていうわけでもなく、平存させていくみたいなイメージがいいんですね、うん。そうですね。やっぱりなんか、あの、アドネットワーク系の,の在庫だと、やっぱりなんか、狙いたいユーザーに。 リーチするってすごく難しい。だ、うん、からよく僕らも取れるユーザーと取りたいユーザーって表現をするんですけど、取れるユーザーへのリーチはやれる一方で、なんかこれから自分たちのブランドが成長していくために、こういったイメージとか、こういった場所にリーチを広げていくことによって、ブランドのイメージを上げていくんだ、みたいな、そういった取りたいユーザーを定義して当てていくっていうのはちょっと難しかったりはするので、なんかやっぱ、 ちょっとマーケティングの,あのレイヤーだったりとか、も、まあ、しかしたらこれが海外だとこっち側の取りたいユーザーがベースにマーケティングが行われているケースが多くて、まあ、国内だと取れるユーザーをベースにマーケティングしているとかっていう差はあるっていうのがあるかもなと思ってたりします。なるほどですね。ありがとうございます。回答になっていましたでしょうか。じゃあちょっと次の話題に進みたいなと思うんですが、<laughs> えー、2024年の広告効果測定はどうなるって今日はシンプルな声が多いと思いますけ、ね、ど。<笑><笑> どうなるんでしょうこれ、広告効果測定について、あれですかね。ダブルベイガイさんから。あ、はい。じゃあ、ちょっと私も、あ,<れ>あの、一個。多分この辺で QA も絡んでくるかなと思っています。はい、そうですね。えー、っと。あ、じゃあ、ちょっと画面共有させていただきたいので、はい、いいですか。すありがとうございます。見えてますでしょうか。はい。 今全画面になりました、はいえっと、そうですね2024年どうなるっていうところ、まあ、これ、2023年っていうんですかね、うんまあ、去年、おととしから引き続く部分ではありますけれども、そのクッキーがなくなるっていうことは、やっぱりその柳島さんもおっしゃったように、どんどんとコンバージョンの効率が悪くなっていく、計測ができなくなっていくっていうチャレンジが伴うんですけれども。 まあちょっと一つ、案として我々もこういうことができますよというのをアプローチとして、今日先ほどもアテンションというスコアをあの我々もお出しするようにしています。これ、どういうことかというと、先ほどお伝えしたように、ブランドを守って、きちんとその見られるという,ような指標を取りながらも、露出とかそう接触具合はどうだったのかということをえまあインデックス化、スコア化して、 アテンションスコアがどのぐらい取れましたみたいなものを、ウェブ面とかアプリ面の露出に関してお出しできるようにしています。で、これ面白いのが、あの露出関連の指標っていうのは、えー、やはりそのブランドに、ブランディング、まあ、認知とか、えー、検討のようなこうアッパーパネルのキャンペーンと近しい、えー、まあ相関があって、接触周りだと結構そのロワー,ーのパネル、コンバージョンに近いものに、えーと えー、相関ががあるということが見られていますなのでこういった直接のコンバージョン取れない場合でも例えば何かアテンションみたいなものを見ていただくことで何て言うんですかねその、えー、間接的にこうコンバージョンを、えー、見ていただくっていうことができるかなとは一つ思っていますね。でもう一つはあのさっきの DSP のどうするかっていうところともちょっと関連するんですけれども弊社が2の弊社がえっ、ー、と <に>えー、カスタムアルゴリズムを提供する、この入札最適化の機能、サイビッツっていう会社をちょっとまあ買収したこともあって、できるソリューションが増えてきたんですけど、うん、そのトレードデスク、先ほどあったようにトレードデスクとか DV360 とかを使って、うんえー、サイビッツを使ってあの、要はプラットフォームが提供している え、こう、入札戦略をというか、アルゴリズムとは別のもので代替してこう最適化するっていうことができるんですけど、そうすると結構その、また別の角度で、あの、キャンペーンをこう効率よく配信することができます。で、これはちょっと極端な例で、面白いんですけども、まあ、弊社がお出ししたアテンションが、を、え、まあ、 計測できましたっていうだけじゃ物足りないですよね。やっぱり計測できた上でうん、うん、最適化したいっていうのはどうしてもあるので、そこをこのサイビッツっていうものを使ってアテンションがより取れる面に寄せて配信してコンバージョン効率を上げていきましょうっていうようなあの取り組みもできるようにはなってくるので、まあ来年、あ、違います。今年ですね。今年。 以降まあ、こういったテクノロジーで解決できる部分も増えてくるかなと思っていますというご共有でした。はい、海の向こうからやってくるんですね、これが。<laughs> もう,や,もうでやろうと思えば、はい。できるいいですね。ありがとうございます。 これ、えー、QA もちょっと続いてあれですか、ね、あ、えー、ダブルベイファイさんに答えていただけるといいかなと思いますが、はいえー、ブランドセーフティと広告効果は両立しますか <laughs> 実力広告でも明らかに戦略設計が分かれているように思います。 <laughs> 前半部分ですかね。広告効果は両立ましますかっていうところですかね。<laughs> そうですね。これ、あの結論から言うと、えー、両立できるし、できるようになってきていますっていうのが答えになるかなと思います。なので、守っていただきながら、先ほどのようなサイビッツを使って効果改善するみたいなこともできますし、あのまあ、いろんなやり方でできるかなと思います。このサイビッツが別に DSP だけじゃなくて他の,あのプラットフォームにも。 あの展開できる日が来るかと思うので、まあ、そういった場合には、他のプラットフォームでも使えるようになるんじゃないかなとは思います。なるほどですね。あ明るい未来の話ですね。ブランドセーフティーと広告効果両立しますよっていうね。<laughs> はい。<laughs> ありがとうございます。はい。じゃあもう一つですね。w f イ r e さんに関して、プレイビット機能を使うための条件があれば教えてください。この機能が使えるメディア、<laughs> 使えないメディアありますでしょうか。はい そうですね、あの、Revit が使えるのは、主には、えー、その DSP を使った面であればあの、ご利用いただけます。ですので、トレードデスク、ザンダー、DV360 みたいなところ、まあ、グローバルの DSP にはなってしまうんですけれども、そういったところを使っていただければ、えっ、ー、と、Previt の機能を、うん、簡単にもう使っていただくことが可能です。あと、ちょっと Previt っていうくくり手はちょっと違うんですけど、さっきお話したような YouTube みたいなものも、 あの、こう、チャンネルを、こう、綺麗なものだけを、こう、取りまとめて、お出したりもしているので。そういった形で、えっと、プレビットと同様の効果を得ていただくようなことはできるかと思います。おお。なるほど。ありがとうございます。では、もう一つきましたね。サイビッツの話、興味あります。こちら国内事情はまだ少ないでしょうか。<laughs> 国内の事例はですね。えー まだあいい結構ありますあの、うん、ちょっとケース事例化はなかなか難しいんですけれどもあの、うん、かなり増えてきておりましてはいはい、はい、そうですね僕らも使ってますしねサイビッツもあありがとうございますそうですね、うん、多分この辺は結構なんから僕らにとっても結構都合が良くて結構サイビッツ使うとら僕らが が、いろいろとデータを使って細かく設計したものを、一個一個最適化してくれるみたいなのがあったりするんで、結構ここら辺はなんか、単純になんか、いわゆる Google とか、DB300 とか、TTD とかの、あの、コンバージョン最適化っていうのだけじゃなくて、なんか、 あの、このユーザーに対して最適化してほしいとか、このユーザーに対してはこの指標で最適化してほしいとか、そういった結構細かい運用というか、えー、と最適化ができるようなものになっていますし、あともう一個あるのは、あのブラックボックスじゃなく、ある程度、なんかどういった入札がされてるかみたいなのもわかるっていうところがあるんですけどああ。そうですね。まさにそうですね。なんこら辺はすごく、なんか使い勝手がいいなっていうのが、僕はサービスの営業やってる感じですけど、思 <laughs> いますね。 AI だとあの結局その、えー、どういう判断でこういう入札をしたのかっていうのは、うん、なかなか見えないところはあるんですけれども結構その管理画面見ていただくと AI が判断して入札単価を上げて入れたとかあのどこの子を、うん、あの配信、弱めたっていうようなことがつぶさに分かるであので面白やっぱちょっと柳島さんにも質問なんですけどやっぱ AI はそ,のそういう測定とかこの辺の効果測定っていうのは。 うまいというか、やっぱりあの人間よりすごく精度が高いんですかね。あそうですね、それでいうと、えー、いわゆるあの報告の効果を上げていくためのオペレーションっていうのって。うんうんうん 正直、あの、やることってほぼ決まっていて、あの、まあ、さく、まあ、ざっくり言うと AB テストをしていって、良い方にどんどん寄せていくみたいなところを、まあ、機械がやるか人間がやるか。で、その AB テストをやるところの勘がいいか勘が良くないか、みたいなところで、結構広告効果が変わってくるっていうのが、まあ、基本で、まあ、ざっくり言うと、まあ、媒体の最適化って、そういうことをやってるケースが多かったりするんですけれども、やっぱり、あの、まあ、あまり、 まあ人間が介在するとそこが、あの、なんから最適化が遅くなっちゃうみたいなところも含めて、えっ、ー、と、どうやって分業していくかっていうところがポイントになる一方で、まあ、この最適化をしていくっていうところは、いわゆるなんか部分最適に近い感じで、だから今取れてるユーザーをより安く取るっていうところはできるんですけども、さっきお話ししたような、そもそももっと、こういうユーザーも取ってみたいとか、あの、実は今取れてないけども、この、 顧客だったら、こういう、こういう、なんか、あの、ターゲティングしていくと、より取れるんじゃないかとか、今取れてないユーザーに対してどうやって取るかっていうところって、データもなければ、あの、今狙えてるのかもわからないみたいなことになりがちなので、やっぱりだから、局所最適で、あの、どん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 ,どん縮小均衡していくみたいなになっちゃうケースが多かったりするんで、まあ、結構、あれですね、あの、ブラックボックスを だから理解するっていうところをやりたいっていうマーケターの方だったりとか、うん、場合によってはなんかその最適化をするっていうロジックは分かったけれども最適化した結果どんな人に広告が当たってるんだみたいなのを知りたいっていうお客さんは最近ものすごく増えてきているのでだから1周回って結構顧客理解っていう文脈でなんか広告の課題が出てくることが最近増えてきてるなって感じはしますね。うん なんかねアウトプット見て全部自動化されてたら便利かなと思いきや、やっぱその判断軸とか、なんかそういうとこはみんな知りたいんですね。いや、そうですね。知りたいのも、知りたい、知りたくないっていうところももちろんあるんですけど、やっぱりなんかその、取れるユーザーにどんどん偏っていくことによって、機械損失が生まれてるっていうケースはやっぱり多いかなと思っていて、らだか,らだから、あのな、なんですかね、その、 取れるユーザーを取ろうとすると、まあ CPA とかで言えば CPA が合わない,いターゲットに対しては、ここに出さないっていうのになってきますし、しじゃあ CPA が合わないお客さんは取らなくていいっていうのにずっとなってくるのかっていうと、でもなんから、あのクリエイティブだったりとか、ブランドのメッセージだったりとか、場合によっては戦略変えていくと取れるっていう可能性もあるんですけど、ただ、そのき、それを考えるきっかけと、それを考えるための材料が得られないっていうのは、結構この、なんか、 自動最適化をやっていくときに悩ましいところがあるなっていうところと、まあ、そこに対してサイサーッス使っていくと、ある程度僕らとかだと、特定のターゲットに対してこれで最適化してってね、で最適化していく上で、どのドメインでどういう時間帯にどういう広告を出していくと、一番効果が良かったかみたいなところの過程も出してくれるんで、だからそこがすごい便利だなって感じはしますね。あなるほどですね。やっぱ、まあ、ツールと AI の力を使いながら。うん ね、テトリスの中は上手なんですよね、きっとね。そこから外までをちょっと頼ろうとすると、い<う>となんかやっぱ人間の力必要だなって思われるとか。そうですね。うんうんうん、なるほどですね。いや、2024年効果測定はどうなるっていうでかいお話でしたけれども、うん、何か付随して WFI さん、あアウトハラさん、なんか。 言っておくことありますか予言的に。いや、あの、今ちょうど質問いただいてるい。こ、うん、れですかはい、読み上げますね、<ー>じゃあ。よくあれ、はい、?A は効率がよくなるとは思っても、あれあれて効果が出なかった際の責任所在が難しく、社内でなかなか話が進まない部分になります、点て点んてんてんです。<laughs> <laughs> まあ、わ、ま、かるような、わかんないし。かるような。そうですね。まあ、でも、結構あるんでしょうね。まあ、だから、それが先ほどのちょっと顧客理解しながらとか、うん、やっぱ、なんか、その、結局、じゃあ、あの、究極系な例えば CPA とかを設定して最適化していくと何が起こるかというと、うん、例えば1000で、CPA1000 円で設定しました。うん、媒体は取れる人はいませんでしたっていう回答をしてきたときに、うん、じゃあ、ユーザー取らなくていいのかってなると、うん、やっぱ、それって取らないわけにはいかないし、とかってなるから、やっぱり、 あの広げるっていう役割と、そこに対して最適化していくって役割をちゃんと分業していくところと、やっぱそこの理解をするためのデータを欲しいっていう気持ちはとてもよく分かるなっていう思います、ね、そうですね、それはまさしくありますね。あとはなんか、弊社の,あの,そのさっきのサイビッ率みたいな AI だったりすると、成功確率じゃないですけれども、結構そのコンフィデンススコアみたいな、フィットスコアっていうんですけど、うんうん、どのぐらい自信度があるかみたいなことを。うん 事前に分かるのでここ、このキャンペーンだったらうまくいきそう、うまくいかなさそうっていうの分かるので、多少なりとももう少しうなんですか、ね、成功確率を上げるとかいうことはできるかなと。 ああ、なるほどですね。いや、まあ、あくまでね、AI はアシストで使って、全部任せていったら、説明ができなくなっちゃうっていうところで、うん、なんか、社内で話が、責任所在の話になるんですね。これはなんか、えー、いろんな場面で出てきそうですね。そうですね。まあ、広告は逆に言うと、AI がよく使われている場所でさえもこうだっているところでいくと、まあ、ほの AI はもっとありそうだなって感じがっしますね。うん,う,んう,んうん。いや、まあ、便利になっていくのとトレードオフなのかな。まあ、逆に、その人間と AI の仕事の。 なんか、線引みたいなところが、うん、今後やっぱ慣れてくるとできてくんでしょうね、そういったところ。あ、そうですねあの。AI ネイティブな人たちが出てくると、うまくできるようになってくるんじゃないですかね。はい,はい。ありがとうございます。<laughs> Q&A、皆さん、いかがでしょうあと1個ぐらい答えられる時間があるので、よかったら、なんかザック・バランに聞いてみていただくのもいいかなと思います。うん、なければ、まあ、もう結構僕は国外の情報とかも知りたいなと思うんですけど、ね、なんか日本に今後、 入ってくるとか国外の潮流さっきの AI なのコンテンツの話なのかなうん、うん、やっぱりそのところが日本でも溢れてくるんですかねうん、うん、うう日本語の方が拙いからわかんないっていうのもありますかね AI そんなこともない、うん、あ何ですか日本語のコンテンツがなんかやっぱり 英語のコンテンツとは全然質がちょっとできてないっていう意味でうん、うん、日本ではまだそんなに AI の,あのうぞうむぞうは少ないみたいなのもあったりするんですかねっていう。それはそんなに関係ない気が。関係ない、ね、はい、はいうん。まあ正直 MFA みたいなもの実際あると思いますし、うん、まあ時々見ますけどね、うん、まあ出ると。これ AI だろうみたいな。 もうすごく最近も悩ましいなと思ってるところとして、やっぱりなんかその、だからそのライティングのアシストとして AI を使うパターンと、いわゆるなんか AI って、 コンテンツを作るっていうのは意外と似て非なるものだったりするところで、どうやって意味のあるコンテンツなのか、うんうん、意味のないコンテンツなのかを判定するっていうのは、この領域ですごく難しくなっていくなっていうところで、実質僕らもよく関わるところですけども、インキメットマジャーはデータに関わるところでもともと僕らに,に来るデータって、例えばなんかランキングの売り上げの順位みたいなのとかが来る一方で、うんうん、別に売り上げの順位だけを見ても、か人は それを理解できなかったりもするので、うん、そこに対して日本語をつけて記事化してあげて、先週、男性に人気だったお茶ランキングトップ100みたいな、そういったのを作ってあげるってことには、すごい価値がある。 けれども、ね、ただ、そんな先週売れたお茶のランキングを毎週書いてるなんてすごく大変なのをサポートしてくれる風、うん、としては生成 AI でコンテンツが出来上がっていくっていうのはあるかなと思う一方で、うん、まあこれは何に価値があるかというとだから元のデータに価値があるわけであって結局、ライティングしてるってところはそのなんか翻訳してるコミュニケーションしてるってだけだったりするので、うん、なんかそこの部分が その適切に使われるコンテンツと、まあ、そもそもデータもデータからもゼロから生成 AI が作っちゃってるみたいなものとは、どうやって扱われていくのかなっていうのは結構興味がある領域だなと思ったりしますね。そうですね。なんか価値があるコンテンツだったら全然生成 AI どんどん使えばいいんじゃないですかっていうのは多分あると思うんですよね。うん、価値のないものが、無価値のものが出てしまう方が問題であって。なので使い分け とかはめちゃくちゃ重要だなと思います。そですね。なんかそのナレッジの方も、なんかまた勉強会とかセミナーとかやってほしいですね。ありがとうございます。はい。 では、えー、セミナー特典になります。本日のセミナー特典、アンケートを書いていただいた方には、ダブルベリファイさんの ABS の顧客事例集、えー、イチベトマージャーさんは、クッキー規制影響ユーザー分析レポートという形で、えー、豪華特典を用意されておりますので、ぜひぜひこちらの方、アンケートのご回答のほどよろしくお願いします。というところで、最後質問もありましたが、クリエイティブサイエン AI どう活用できますかって、はい、これは、 また、ね、そうですね。ちょっとまたの機会ですね。はい。はい、<laughs> あの、またぜひご参加ください。この辺は、あの、インティメントマージャー週1ぐらいでセミナーやっておりますので、はい。えー、それでは、じゃあ、アンケートの方にもね、その辺書いていただいて、コミュニケーション取っていただけるとありがたいなと思います。はい。お時間になりましたので、こちらで、えー、え本日のセミナーの方は終了していきたいと思います。えー、淡津原さん、柳島さん、本日はありがとうございました。はい、それでは。 ききししありがとうございました。失礼いたします。お願、はい,失礼いします。感謝の皆様も最後までご清聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。